はい、叡王推薦入試面接質問出る順ランキング8つ目は最近気になるニュースについてです。で、最近気になるニュースに関しましては鮮度が重要です。ですので最近であればあるほどいいには越したことがないんですが、どんなに古くても1ヶ月前、まあ、1ヶ月範囲の中のニュースを選んでください。で、ポイントとしましては、自分の研究するテーマに関連したニュースと、それ以外のところ、まあ、この2パターンですねを用意しておくと良いでしょう。